はい、こんにちは。今日はウクライナ情勢についてお伝えしてまいります。ロシア軍のウクライナ北部攻勢の主戦場であるウクライナ北東部ハルキウ州ボフチャンスクはロシア軍が5月10日に始めた北方からのウクライナ侵略の最初の主目標でありました。この攻勢は最終的にウクライナとロシアの国境から約 40km のウクライナ第二の都市ハルキウ市の侵略占領を狙っていると考えられていました。しかし数万人規模のロシア軍部隊はボフチャンスクを突破できませんでした。そして6月18日の報道ではボフチャンスクではウクライナ軍がボフチャンスク市の市中心部の PJSC ボーチャン式骨材工場を占拠しようとしたロシア軍部隊約400名、ロシア軍の場合1個大隊約500名と報道されておりますので約1個大隊と見られますがを包囲しました。そしてボフチャンスクをめぐってはロシア軍が一時市内の5割程度を制圧したものの、その後ウクライナ軍が反撃。6月18日の報道ではウクライナ軍がボフチャンスク市内の7割から8割の支配権を回復したと報告されるなど優勢だと見られていると報道されておりました。そして6月26日 ISW はボフチャンスクの情勢について次のような報告をしております。ウクライナハルキウ軍部隊報道官ユーリー・ポフフ大佐とウクライナハルキウ州長官オレフシネフボフ氏はボフチャンスク内で激しい接近戦が続いているとの報告が続く中、ウクライナ軍は PJSC ボーチャン式骨材工場にいるロシア軍部隊を阻止し続けていると述べた。このように報告されております。ウクライナ軍がですねボフチャンスク市の市中心部の PJSC ボーチャン式骨材工場にいるロシア軍部隊を阻止し続けているということは、未だウクライナ軍は工場に立てこもっているロシア軍部隊を包囲しているということだと思います。当該ロシア軍部隊はですね6月13日頃から包囲されているという一部報道がありましたので、約2週間強ウクライナ軍が工場にいるロシア軍部隊の包囲状態を継続しているということになります。このことはつまりはボフチャンスク市内中心部をウクライナ軍がほぼ制御下に置いている、還元すればロシア軍はボフチャンスク市内中心部に工場に立てこもっているロシア軍部隊を救出するための部隊を送ることができていない情勢に直面していると考えられます。ではですね、残りのロシア軍部隊はボフチャンスクのどこにいるのでしょうか。そしてウクライナ軍が未だに奪還できていない部分とはどこになるのでしょうか。それがですね、ボフチャンスクの北方と見られています。ボフチャンスク北方はですね高台であることからロシア軍が占領を維持できていると見られています。しかしウクライナ軍はボフチャンスクの高台北方にいるロシア軍へ迫り始めていると見られます。ボフチャンスク北部では激しい衝突が続いており、ウクライナ軍は反撃を続けることで主導権を維持している。ウクライナ軍は要塞地域の拠点から市の北方に向けて前進し、ロシア軍に反撃して市を見下ろす高地を奪還することを目指している。これに対しロシア軍は激しい砲撃と空爆で対抗している。まずウクライナ軍は要塞地域の拠点から前進を続け、北と東の両方に進撃している。最近の映像ではウクライナの FPV ドローンが大量に配備され、攻撃が市の北方にまで及んでいることが確認されている。ロシア軍は燃料気化爆弾を使用して要塞地域のウクライナ軍の陣地に対して激しい攻撃を開始した。最近のウクライナ軍の最も重要な前進はボフチャンスクの東部で起こった。リュート突撃旅団のチリ1情報付き映像にはウクライナ軍兵士が前進し、家屋、小屋、地下室を掃討し確保する様子が映っている。ウクライナ軍による激しい圧力と建物や構造物の完全な破壊によりロシア軍は陣地を維持できなくなった。その結果ロシア軍は野原の塹壕や要塞に撤退せざるを得なかった。この地域のウクライナ軍の目標はボフチャンスク北東に前進し、ボフチャンスク市の東約 5km に位置するティヘ地域から前進するウクライナ軍と連携してボフチャンスクの丘を支配しているロシア軍を追い出すことである。これらの高地を確保することはこの地域でのウクライナのあらゆる作戦にとって不可欠である。これらの高地を支配しなければロシア軍は優位性を持ち、ウクライナ軍の動きを弱めることができるだろう。これらの陣地を確保できればウクライナ軍は北と東に拡大し、ボフチャンスク市内部を包囲してロシア軍を包囲網に閉じ込める可能性がある。
重要なのはウクライナ軍がティヘ南部の地域から機械化部隊を含む部隊を編成し移動させるのがとても簡単だということだ。全体としてウクライナ軍はボフチャンスク東部で大幅な前進を遂げ、戦略的な高地の制圧をめぐる戦いを開始するために精鋭の突撃部隊を配備している。双方ともこの地域の極めて重要な重要性を認識している。ウクライナ軍がこれらの陣地の奪還に成功すれば市内での作戦を加速させることができ、ボフチャンスクのロシア軍陣地の崩壊、ひいてはハルキウ地域でのロシア軍の攻勢の終結につながる可能性がある。このように報道されております。現状ウクライナ軍はボフチャンスクの約 86% ほどを奪還したという一部指摘もあります。先ほどご紹介した報道で6月18日の段階でウクライナ軍がボフチャンスクの最大8割程度を奪還している可能性があるという報道がありましたが、その後ウクライナ軍がですねボフチャンスク東部北部へ進撃していると報道されていることから、ウクライナ軍がボフチャンスクの約 86% ほど奪還したという数字にも信憑性があるように見えます。このボフチャンスクの北部高台をウクライナ軍が奪還できるかどうか、ここがですねウクライナ北部ハルキウでの戦いを決するですね大きな戦いになる可能性がありまして、ボフチャンスク、ウクライナ北部の戦況は大きな局面を迎えていると見られます。他方ロシア国内ではロシア南部北カフカス地方のダゲスタン共和国で発生したテロ攻撃によりまして、ロシア国内に不安と動揺が広がっていると報告されております。6月23日にダゲスタン共和国で発生したイスラム国関連組織と思われるウィラヤトカフカスによるテロ攻撃により、ロシアの情報界では北カフカス地方でのさらなる攻撃と不安定化に対する懸念が高まっている。クレムリン系の軍事ブロガーやロシア反体制メディアを含むロシアの情報源は、6月25日夜にダゲスタン共和国マハチカラで武装した男2人が警察に発砲したという報告を広めた。タス通信は警察がマハチカラ中心部に展開し特定の地域を封鎖したと報じた。ダゲスタン共和国内務省は6月25日警察がマハチカラ中心部で武装した男がいるという通報を受けたが、その通報は虚偽であり市内で治安が乱れることはなかったと報じた。多くのロシアの情報源は以前の報道を修正し銃撃は偽物であるとし、映像は6月23日の事件のものであり6月25日の夜のものではないと主張した。銃撃に関する明らかに広範囲にわたる誤報と誤報に対する警察の比較的厳しい対応はロシアの情報空間において北カフカスでさらなるテロ攻撃が発生するという恐怖と不安が高まっていることを示唆している。クレムリンはダゲスタンのテロ攻撃への対応として表面上の安定と正常性を維持し、ロシアのいわゆる多民族多宗教の統一を装おうとしているが、これまでのところさらなる攻撃はないだろうと国民を安心させることには失敗しているようだ。2024年3月のモスクワでの事件や北カフカスでのロシアの対テロ作戦の頻発化はロシアの情報空間内で緊張を引き起こしており、ロシアへの移民管理強化の要請、ロシアの多民族多宗教の攻勢への訴え、そして民族人種間の摩擦によってさらに悪化している。クレムリンは移民政策に反対するロシアの超国家主義者への対応、ウクライナでの戦争遂行のための移民募集への依存、そしてロシア国内の労働力不足に対処するための移民の必要性の間でバランスを取るのに苦労している。宗教的過激主義に対する懸念の高まりはこれらの競合する優先事項のバランスを取ろうとするクレムリンの取り組みをさらに複雑にするだろう。このように報告されております。つまりプーチン政権は4つの情勢に直面していると見られます。1点目、ロシア国内の超国家主義、つまりはですねロシア国内のウクライナ侵攻支持派ですね、こうしたつまりはプーチン政権の岩盤支持層と見られますがの人々からのプーチン政権の移民政策への不満。2点目、プーチン政権としてはウクライナ侵略を継続するにはロシア軍の兵力不足を補うために移民を受け入れる必要があると見られる情勢。3点目、プーチン政権としてはロシアの戦時経済体制を維持するために移民のですね労働力が必要という情勢。4点目、プーチン政権は中央アジアなどから多くの移民を受け入れている情勢があると報道されておりますけれども、中央アジアから来る移民の人々の多くはイスラム教徒の人々が多いと
指摘されている点、こうした4つの情勢に直面していることになります。つまりプーチン政権は大義も正義もないウクライナ侵略を継続するには、中央アジアなどの多くのイスラム教徒の人々を移民として受け入れ、兵力としてウクライナの前線に送ったり、ロシアの戦時経済を支えるために安価なお金で働いてもらっているということがあるとみられますが、それを続けますとロシア国内のイスラム過激派に人材募集の機会を与えることになり、そのことがロシア南部北カフカス地方などの情勢不安定化につながっているという解決しがたいジレンマと直面していることになります。つまりこのことはですね、ロシアプーチン政権の大義も正義もないウクライナ侵略はその計画が破綻している、もっと言いますとプーチン政権はこのままウクライナ侵略を継続するのは非常に厳しい情勢に直面し始めている可能性を示唆しています。こうした中でもロシアは次のような姿勢を示しています。ロシア連邦捜査委員会のバストルイキン委員長は27日、ウクライナへの特別軍事作戦にはロシア国籍を取得した約1万人の移民が派遣されていると述べた。タス通信が報じた。移民は中央アジアなど旧ソ連圏の国々の出身者が中心とみられる。バストルイキン氏は過去のソ連時代の経験を活用し、移住を機能させるメカニズムの開発が必要だとも述べ、移民政策の変革も訴えた。ロシアのプーチン大統領は今月中旬の軍関係者との会合で、ウクライナとの前線には約70万人のロシア軍が展開していると発言している。このように報道されております。これはプーチン政権がウクライナ侵略を継続するためにロシア国内の情勢不安定化ということについては考えが至っていない、あるいはまるで考えていないというようにすら見えます。こうなってしまいますとですね、プーチン政権の政権としての機能が自戒し始めているようにすら見えると思います。こうした中ですね、プーチン政権の頼みの綱はついに北朝鮮の兵力というふうになっているとみられます。北朝鮮は早ければ2024年7月にも占領下のドネツク州の復興作業に参加させるため軍の工兵部隊を派遣すると報じられている。韓国のテレビ局は6月21日韓国政府関係者の話として、韓国は北朝鮮が早ければ2024年7月にも大規模な工兵部隊を占領下のドネツク州に派遣し、占領下のドネツク市のインフラ再建を支援すると予想していると報じた。北朝鮮軍は10の工兵旅団を運用していると報じられており、韓国のテレビ局は北朝鮮が占領下のウクライナに3から4の工兵旅団を派遣すれば、ロシアから毎年最大1億1500万ドルの外貨を獲得できると推定している。アメリカ国防総省報道官のパッド・ライダー少将は6月25日、アメリカはこの展開を注視すると述べ、北朝鮮はロシアの違法なウクライナ侵攻で自国の軍隊を砲弾の犠牲にするという決定を疑問視すべきだと示唆した。このように報告されております。プーチン政権がついに北朝鮮の金正恩政権に大きな借りを作ってまで、北朝鮮から兵力を送ってもらうということはですね、プーチン政権、ロシア軍は相当兵力に困っている可能性を示唆しています。それもそのはずです。先ほどの報道の中で、ロシアのプーチン大統領は今月中旬の軍関係者との会合で、ウクライナとの前線には約70万人のロシア軍が展開していると発言しています。ただこのプーチン大統領が述べている約70万人のロシア軍が展開しているという数値の根拠はですね、見えてこないんですよね。まずロシア軍の数値というものを見てまいります。ロシア正規軍の地上兵力は 56.1 万人、陸軍50万人のほか海軍歩兵 2.5 万人、空挺軍 3.5 万人、特殊作戦軍 0.1 万人と報道されております。他方イギリス国防省は5月31日、2022年のウクライナ侵攻開始以降、ロシア軍の死者と怪我に合わせた数は50万人に上るという推計を示しました。6月21日には2022年のウクライナ侵攻開始以降、ロシア軍は人員53万1980人を損失したと報告されております。こうした中ですね、6月24日ロシア軍は1260人の兵力を失ったと、これは死傷者の数でありますけれども失ったと報告されております。そしてこうした数がこのところずっと続いております。つまりロシア軍はですね、
ウクライナでの戦線を広げすぎた結果、1日ですね、約1000人から約1300人規模の兵力を失っている模様です。これはロシア軍が1ヶ月で約3万人から約4万人弱の兵力を失っていることを意味しています。他方、ISW の報告によりますと、現在のロシアの秘密裏の動員活動により、毎月約3万人の新規人員が生み出されているという主張がある一方、ロシア国防省が約3万人の採用率を維持しているかどうかは不明であると指摘されております。つまりここまでの情報をまとめますと、ロシア軍は1点目、ロシア正規軍の地上兵力は 56.1 万人のうちの約53万1980人の兵力を失った可能性。2点目、プーチン政権は30万人規模の大規模動員や春などにですね、15万人規模の徴兵を行ってきたというニュースがあったこと。3点目、ロシア国防省が毎月約3万人の採用率を維持しているかどうか不明である中、ロシア軍は毎月約3万人以上のですね、兵力を損失している可能性。こうした3つの可能性、情勢が見えてきます。こうした中ですね、プーチン大統領はウクライナとの前線には約70万人のロシア軍が展開していると発言しています。約ですね、2、30万人のロシア軍が展開していると発言するならば、わからなくもないんですけれども、何をどう計算したら約70万人のロシア軍がウクライナの前線に展開しているということになるのか、プーチン大統領の発言には根拠がないように見えます。外国などから傭兵やですね、兵力を連れてきているという報道も一部ありますが、それがですね、40万人規模、50万人規模ということにはなっていないと考えられると思います。さらにもっと言いますと、もしプーチン大統領が述べているように、ウクライナとの前線には約70万人のロシア軍が展開しているのなら、北朝鮮からの兵力は必要ないと考えられます。ですので、やはりプーチン政権、ロシア軍は兵力の損失の増大の穴埋めに非常に苦労していると見られます。こうした中ですね、現状北朝鮮では金正恩氏の権威が低下しているという報道がされております。埃まみれで放置、金正恩氏の肖像画登場にしらける国民。今月、金正恩総書記の肖像画が公に登場したが、国民の反応は鈍い。アメリカ政府系のラジオフリーアジアが詳細を報じた。金正恩氏の肖像画が中央党、朝鮮労働党中央委員会幹部学校の教室に掲げられているのを労働新聞で見たという平安北斗の情報筋は、周囲の人々の冷淡な反応をこう伝えた。肖像画を初めて見た人は、やっと出たかということを表情に浮かべるだけで、その後は振り返って見ようとすらしない。金正恩時代の今、人々はなおも深刻な食糧難に苦しんでいる。庶民の関心事は今日を生き抜くことであり、肖像画などどうでもよくなっているのだ。肖像画が1枚増えたからと庶民の生活の何が変わるのか。自宅にある肖像画の額のガラスに埃が溜まっていようと払おうとする者すらいない。ゴミ風船、作らされた北朝鮮の人民もうんざり。韓国統一省は24日、北朝鮮が韓国内へ飛ばした風船にぶら下げられていたゴミの分析結果を発表した。北朝鮮で最も厳重な取り扱いが求められるはずの最高指導者の名が記された文書とみられる紙片が見つかり、風船の散布に動員された住民が反発を込めたとの解釈も出ている。統一省は5月下旬以降に北朝鮮から飛来し、回収したゴミ風船70個を分析。その中に、偉大な領導者金正日大元帥の教示と書かれた文書の一部や、朝鮮労働党総書記として高くとの文言が見える紙の切れ端があった。党総書記は現指導者の金正恩氏か、父のジョンイル氏とみられる。北朝鮮で最高指導者の教示文書を毀損する行為は死刑の可能性もある重罪とされる。このように報道されております。金正恩総書記の肖像画の額のガラスに埃が溜まっているですとか、また金正恩氏のものとみられる教示文書を切ってしまって風船の中にゴミと一緒に入れてしまって韓国に飛ばしているという報道がされておりますけれども、これら2点から見ましても、金正恩氏、金正恩政権の求心力、権威は大きく低下している可能性が考えられます。こうしてですね、金正恩氏、金正恩政権の権威が北朝鮮国内で
低下していると見られる中ですね、北朝鮮軍の兵士をウクライナに送るということになるとどうなるでしょうか。これはですね、北朝鮮国内の情勢不安定化につながる可能性があります。つまりもしですね、金正恩政権に不満を抱いている国民などがですね、反発した時にそれを抑える北朝鮮国内の兵士が少なくなっているということになってしまいますと、これは金正恩政権の存立基盤に直結する問題になると考えられると思います。こうした情勢を見てまいりますと、ウクライナ侵略をめぐりまして、ロシアプーチン政権と北朝鮮金正恩政権は沈み始めているように見えます。こうした中、西側諸国は今こそさらに一致団結し、毅然とした姿勢を示し、ウクライナを支援し続ける、このことが非常に重要であります。国際社会の平和と秩序を守り抜く、ウクライナの平和を守り抜く、このことが最重要であります。そして1分1秒でも早くウクライナに平和を取り戻す、このことが最重要であります。ありがとうございました。この YouTube のチャンネル、ネット大衆紙ブルーカラーへのチャンネル登録よろしくお願い申し上げます。また YouTube にはサブチャンネルブルーカラーラジオもございますので、そちらも Twitter と合わせてご登録の方よろしくお願い申し上げます。ネット大衆紙ブルーカラーをご覧いただき誠にありがとうございます。皆様のおかげをもちまして、このチャンネルも多くの方々にご登録いただきました。誠にありがとうございます。今後ともよろしくお願い申し上げます。よろしければ関連動画などもご覧いただければ幸いです。最後までご視聴いただきありがとうございました。